Are you ready for the mighty flip side of the Manzai? The cream of the finest Manzai artists. Ladies and gentlemen, here comes the menace to all the Busu girls. Their inimitable warnings are gonna drive you crazy. Direct from the black humor land comes the 2BEAT.最後ですね、病気の2ビートでございます。何言ってんの。しかしですね、漫才パート3、そうですよね、もうだん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 漫才が流行ってきましてですね、ね、もうなんとだんだん下手な順に出てくるようになりました、ね、しかし漫才って本当に若い感覚なんかダメですね。そうですよ、もう常に感覚は新しく私は持っておりますから。私だってそう思ってます。目を張るんじゃないの。なんだよお前、嘘つくんじゃないのやろ。嘘じゃない持ってんだ俺は。人がお前覚醒剤とか前周り跳ねで捕まってくるよお前どんお前だけヒロポンで捕まったって噂じゃないの。待てんの、情けないよお前や。ヒロポンなんか今やってんのかな。最近やっとダッコちゃん買ったんですよ。お金はたいてフラフープ買ったって言うやん。買わねえからそのまま。いやしかしですね、こういう商売やってますと本当に親の死に目にも会えないですからね。これ芸人ってのはそうなんですよ皆さん。この間うちのお父さん死んじゃったんですけどね、うん、運がよく私死に目に会いましたよ。なんであったの。私が閉めたんです。お前や自分で親を殺す。やかましいなこの野郎って。でもやっぱりね、親父が死んだとかの、あの、なんですか、遺言ですね。あ、遺言状、これ。あれを見るのが嫌なもんで、私なんか見ながらドキドキしました。だから自分のことどうか書かれてやるかってのは。いや、俺が書いたのバレんじゃないかとか言え。人の遺言状勝手に書くな。うるさいな、この。何を書かれてるんですか。しかし漫才でもやっぱりね、お客さんがだんだん増えましたけどね。そうです、嬉しい。お客さんって特徴ありますね。大体男は頭はバカね。何女は顔がブスっていろいろやるから。やめなさいよ。せっかく来てくれたんじゃねえか。しかし男はブスでもいいですよ。女のブスはどうしようもないですよ。しかしやっぱもうね、法律を作ってブスは殺した方がいいですな。いやいや、なんだお前、そこまでいいだろお前。ブスは外歩いちゃいけないとかね。歩いちゃいけない。ブスは横断歩道を歩くなとかね。どこ歩くの。ブスはブスバッジつけるとかね。なんだブスバッジってのは。やっぱあれですよ、ブスになってまだ1年やったら若葉マークのブスマークとか。じゃないんだよ。ブスは殺してもあの捕まらないとかね。捕まろ。ブス10人以上殺すとね、ハワイへ行けると。何やってんの。そうだ、やっぱブンブンやんなきゃいけない。やっちゃいけないよ、そういうことは。こいつんちの、ね、あの姉さんなんか波のブスじゃないんですよ。なんと波のブス。あんまりブスだって政府から補助金もらったんだよ。政府からお金出すか、そんなもの。この間整形してやっと普通のブスになったんだよ。待てよ。じゃあ整形する前どんな顔してたんだよ。しかしブスってのは大体女の子って2人歩いてます。そう、片っぽブスで片っぽいい女さね。だからペアで歩いてるんだよ。ペアで。で声かけてね、お茶でも飲み行かないと必ず断るんだ。ブスね、行かない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 。だいたい手前が誘われたりすぐ分かってさ、行かない行かない、いや行かないでさ、行かないでさ。後ろで綺麗な言ってもいいわよの学生がありますけどさ。しかしブスってのはもう猜疑心が強いですからね。もう人の紹介で待ち合わせてもなかなか来なかったんだけど。そう、あら待ちました。え、あなたあの北野さんのお友達の金子さん。あなたあの北野さんのお友達の、うん、タケコさんの友達のよしこです。なんだそれ。今日代打で来ました。代打野球やってるわけじゃないんだ。どのぐらい待ちました。あ、まだ10分か15分ぐらいですね。嘘でしょ、2時間も待ってたでしょ。俺どうして知ってるの。私ずっとあそこで見張ってました。見張ってる。出てこいよさっさと。あ、そうですか。あ、花子さん、はお仕事は何ですか。私三越で。三越西武の商品券売ってるんです。本当のお仕事は何なんですか。高島屋です。いや、言い返しなさい。むちゃくちゃ言うわ。しかし、しかしですね、最近のテレビでも女の番組は随分出てきますけどね。え、女性のいやらしいですね、女の子の水着のとかヌードとかそういうテレビばっかりじゃない最近は。そう、多いですよ。私もそういうテレビ一切見ないですから、ね、あ、見ないの。私は見るのはやっぱり明るいね、スポーツ番組。あ、スポーツ番組いいですよ。やっぱ女のプロレスとかね。な、何女子の体操ね、女子の水泳なんか何とも言いませんが、あ、見えたとかいろいろありますよ。あ、怪我とかいろいろ。やかましい。何言ってんの。脇毛じゃねえか、この野郎お前。やっぱりあの体操なんかあの今度はあのね、あのオリンピックなくなりましたけど。そう、惜しかったですね。あのモントリオールのコマネジ。コマネ、あ、これは良かったですよ。コマネジって、うん、お前はしかしそんなとこしか見てねえのか。ちゃう、ラフスカとか。やめなさいよ。だネリーキムとか言ってなんだ片っぽだけで。その点男だってかっこいいさ。男、男はなんか体操選手は男らしい。だから剣持つってだけで。剣持つってこれだ、笠松だって。アンドリアノフ。やめなさい。ジチャーチンなんて。バカなことばっかりよくやるね、お前も。池田選手が情けないじゃないですか。なんだこれ。いや、しかしですね、これから暑くなりますと、もうね、スポーツのシーズンですけど。そう、スポーツはいいですよ。東京はダメですな、埃だらけでね。あ、その点山形はいいですよ、空気はいいしね、水はうまいし、いいですよ。山形さっさと帰ればいいじゃないか、この野郎。なんだ、帰れ。お前みたいなホークシンガーで行くいつもいるんだよ、東京は水が汚いとか空気が汚いとか言ってるの。いいじゃねえか。帰って青葉城こういう歌でも歌ったらいいんだ、お前は。なんだ、青葉城。波の山形じゃないですからね、この。何よ。お父さん、東京県民で吹き上がってきちゃった。持ってくるか、そのもの。鳩バス槍でつついたって。タワーの上からうんこ巻いた。汚いよ。何やつが。汚いこと言ってたもん。本当ですよ、本当に。やっぱり世の中でお前みたいなバカいっぱいいるんだよ。なんだ俺みたいなバカについて抗議するから。バカについて、まあ、いろんなバカいますから、こいつみたいなやつね、うん、例えば喫茶店に入って深夜喫茶、うん、何の用もないのに二人で入ってるバカってありますか。でいいじゃない。何も用ないの。まあディスコで振られちゃったって感じなんですけど、あといろいろ言いますよ。あと行列があるとね、うん、なぜかねとりあえず並んでるバカね。あ、なんだこれじゃない。いるいるいる。なんかそれじゃない。バカだわね。バカ
それからね、だからよく男で言うのは、昔あの自分はグレてたって自慢気に話してるバカね。いや、俺は悪かったんだよ、喧嘩ばっかりしちゃって、完全な子だわさ。もうひどいの言いますな。言いたいんだよ、そういう人は。あとね、車と音楽の話しかできないバカって言いますね。俺車でよりジャズ聴いちゃってる、これ完全こういうバカ言って。あとね、プロレスを見て真剣に怒ってるバカね。あれ、あれ、いや、バカ。あれ、来てね、反則。長期出した、大きい。バカだ、バカだ。仕事したと、寝る、バカやろ。そういうバカ言いますな。あとね、甲子園でね、親の家を持って観察してなかった。え、父ちゃんが見てるぞなんて、父ちゃんが。いいんだよ、そういうの。いいじゃないか、それ。何々君の選手は、お父さんが2週間前に死にましてなんて嘘ばっかり言って。死に、お父さんもこの家になって見ております。あ、打ちました。お父さんが打たしたんですよ。打つわけねえじゃん。そんな打ったんや。いいんだ、そういう話で持っててんだから、お前は。バカバカしいやつ。いちいち人のことケジつけることないじゃないか、お前。なんとこにやろう。お前うるさいよ、お前は。うるさいよじゃないよ。足立区だろ、この野郎。足立区、関係ねえじゃねえ、足立区。お前絶対足立区だぞ、この野郎。ほっとけやつ、飲まない。お前ガタガタ言うんじゃないよ。しかし、やっぱスポーツなんて私はもう万能ですからね。何や。最近弱いガキがいるでしょ。おー、多いですね。ボクシングなんか4回戦。何、10戦10KOです。勝ったわけ。負けたんです。負けたら言うな、お前。相手はアマチュアだから。でよっぽど悪いわ。よっぽど悪いじゃねえ、お前。でも男でもね、最近あの、なんていうんですか、電車の中でね、ガタガタ騒いでる学生ってのいいでしょ。学生ってのは立ち悪いの多いですよ、もう私なんかこの間山手線乗ってました。どうした、うるさい学生がいたんで。はあ。私が注意したと。お、偉いね、お前。静かにしろ、この野郎。人の迷惑が考えたことあんのか、お前。そうそう、言ってる言ってる。どこの小学校だ、お前。俺は待て、小学生と喧嘩するな、バカ者。バカや。お前、中学生と喧嘩して怪我でもしたらどうするんだ、お前。情けねえ。お母さんに怒られてるんじゃん。したらランドセルって頭ガンガン殴られちゃった。道理のあってピンタの目だ。鼻血流して家帰りました、私。情けねえ男だ、小学生の。お前みたいなやつがね、だけど東京来たらよくないよ、お前。何がよくないんだ。東京に憧れてる、大体。いいじゃない。東京ってとかいろんなとこなんだよ、大体。例えば新宿ったってイメージがあるんだから。なんで新宿ったら、お前、やっぱり都会人とカッペが仲良く肩組める街ってあるんだよ。じゃあ池袋。池袋、新宿に負けたカッペの街って。高田の場。貧乏学生憩いの場だよ、お前。貧乏で頭の悪い学生の憩いの場じゃん。いや、高田。偽ディレクターが高校生を騙す街。銀座、あ、やっぱり田舎のホステルが待ち合わせる場所ですね。なるほど。六本木。もうカッペにとってアマンドだけが目印の場所。アマンド、アマンド、アマンドだー。もう原宿は、原宿やっぱ子供騙しの街なんだ。浅草、角刈りであのワニガーのベルトが目立たない街なんだ。錦糸町、銀座でどんなのが自慢できる街ね。ああ、じゃあ北千住、渥美次郎一色の街だよ。バカだ。そして亀有、亀有さ、ツービートのタクシーが出たとこなんです。意外しろだ。Ladies and gentlemen, you're tuned to the Manzai with one of the hottest nuts of Japan show business, the indefatigable Uguis Boya with the most beautiful Manzai voice are going to knock you out. Fasten your seatbelt if you got any. Watch out, ladies and gentlemen, as we bring you Norio Yoshio.漫才やる前からなんか疲れた感じがしますね。いやいや、お前知りませんけどね。不思議なもんでございますわ。あれが沢田賢治やね。言うでやろ。今のお客さんいつもね、僕思うんですけど ね、 ほんまの話ね、ちょっと手叩きすぎですよ、ほんまに。おいなれさえお前やねんから、もう出てきたら 誰が出てきても、うわー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 、なんか家でなんかあんのんちゃうかせよ。嫌なことある人間にかけてね、ああ、大きな声出したりね、笑ったりね、手叩いたりしまんねん。そんなこと言えないな。事情あったらいつでも聞くぞ、俺は。えらそれ言うたから。話に乗るでよ、お前。あんなこと言ってればいいじゃん。やっぱ人間ってなんかええ趣味とかね、やっぱ暗み持たなかんね。そうですよね。うん、私は昔から音楽通でございましてね。僕と一緒やねん、そうやったら。ほんまかいな。僕は小さい頃からのコーラス部でね。ほんまかいな、コーラス部。コーラス部、これでやらんて。君、僕のあだ名知らんな。どういうことよ。小さい頃からね、ウイスボヤって呼ばれてました。あの、ウイスというと、あの、綺麗で可愛いやつ。綺麗ね。まあ、今日いっぺんに一声泣いてほしいですね。ね。おー、ゲゲオ。落ちてまへんな、実力は。落ちてまへんな、落ちてまへんなやねん。あんた、そんなウイスおらんねん、あんた。ほんまなんだ、コーラス部やった。コーラス部ですよ。コーラスの意味知ってんの、はあ、どういうこと。コーラに酢入れんねん。むちゃすんの。しょうもないこと、お前は。通賃棒抜群やからね。何？通賃棒抜群。聞いた、通賃棒やねん。通賃棒やねん。言うか、こんなの通知表やないか。おやな、通知は女の子。え、男は通知。ああ、お前。そんなばっかり言うな、お前。誰が見うね、年上。それはええな。何で言うたそれやな、ほんまに。あのコーラス部でコーラスやったりして、昔の言い方が好きやな、夏メロが好きでね。夏みかんとメロ、もうこれはスーパーだな。高いね、贅沢やねん、それは。あの話やね、懐かしのメロで締めて夏メロやねんがな。締めたら、あの昔で今のやってますけど、うん、今やったらニューミュージックですね。ニューミュージックで皆さん知ってますか、ね、そうめんをぬくめて醤油のだしで煮詰めてね、ネギをバラバラと入れてやね。それはニューメンや、それは。誰が青いてるいくや。誰やねん。おるやねんか、青いてるいくや。ニューミュージックは昔あのフォークの延長ですわ。フォークの延長でこんな長いフォークだね。それでケツついた血だらけですよ。何
学べヘルビンママ言わなかなんだよ。え、私懐かしのヘルビン好きやから、あの会社が好きやったの黄色いさくらんぼ。得意のジャングルやな。ジャングルとジャングル、そうとも言う具合なんだよ。若い娘がカモン。やめてください。君発声が悪い。発声が悪い。同じ音でも3段がある、うん、低い方のドをね、うん、真ん中のド、うん、高い方のド、うん、低い方からドー、真ん中ドー、高い方ドー、見ない人だよ。あわらをすな、あわらをどんまに。誰が中台立つやねん。やめろ、綺麗に発声して綺麗に。あーうんこらしい。みんな声取ってるのか、やかましい声。あ、なんで声来たのか分かりましたわ。ねえも質まってまんねん。おー12じゃ飯や。なんでやねん。いけるか、いけるか、うん、いける。曲もっかよ、かわいいベイビー。好きなデパートや。それはレパートリーやないか。そうとも言う。それや、それや。リトンリトンベインビン、カモン、いけ。あーやーだんだん悪なっとるやないか。お前音楽クラブあれやろ、お前、お前ほんま怪獣クラブちゃうか、お前怪獣クラブ、幼稚なクラブ入んな、お前怪獣クラブなんか入っとったんか。いや怪獣でいろいろありましたね、うん、昔のゴジラとかに、しょうもない、キングギドラかい。あら、いや、ラドンとかに、マタンゴかい。用意しとんのか、しょうもない、お前かほんまに、ほんまに、ほんまに、体の調子悪いんか、お前。どないして、どないして、どないして。モスラの幼虫やねん。それはよ、はい、これね、これアフリカの踊りよ、これ。モスラが飛行機になってやねんけ。飛行機が、あなた出てるからやがな。なあなあ、なんやそれ。ドラえもんやねん。すなそんなもん会社あれやから、ほんまに、うん、いや、ほんと本格的なクラブやな。やっぱりないとスポーツがいいね。スポーツね、うん、あの僕野球部なんで。僕も野球大好きですわ。ほんまかい、うん、特にお前やっぱりプロ野球ね、うん、あの巨人や阪神戦、これ最高。もう一番俺でさ、うん、今日こう再現フィルム、うん、私がアナウンサーね、うん、こんばんは、巨人阪神戦第6回戦のお届けしたいと思います。私アナウンサーの上方優勝、そして今日のテレビ解説はパッ天下ごめんの向こうに拙者総統。時代劇やないねんからな、君。野球解説、はんはん、お願いよ。あ、野球解説、野球の解説だから、はんはん、今日の野球解説は熊田又左衛門でございます。ええ、名前ないんだ。この間しかおれへんかって。早速球場に目を向けたいと思います。球場に目を向けたい。ほらほら、これ何しとんの。お前、西川教授から目向いとんねんねん。目向けたら球場に目をやれ言ってね。目をね、早速球場に目をやりまして。なんで名誉プレゼントせんなんだ。あ、じゃあサンタクロースか、ほんまに。お前思考能力ないんか、どうでもいいけど。誰がジュディ・ヨングやねん。仲間さん、映像を見てね、映像を頭に叩き込め言ってないの、お前は。救助に俺機械だか、俺は叩きつけるか。ボブ普通に見て解説したらええねんか。お前抜けとんな、どうでもいいから。そんな普通やないか。佐々木には目をやりたいと思います。阪神のピッチャーは小林でございます。小林頑張ってほしいね。オーダーの方を紹介したいと思います。1番真由美。真由美、お前いい加減にせよ。あんたらダンスマンってことだったのに逃げやがって。あんたらお前よ、なんぼ金使わせてキスするの、この真由美は。誰がその真由美や言うてんの。あ、ちゃうの、男や。ショート真由美。ショートの真由美。ショートで真由美。そうよ。なんぼや。なんなん。怖いわ。2番榊原でございます。バラバラか、こいつは。3番かけうでございます。藤田の声が聞こえてまいりました。3番バッターかけう。綺麗な声出えへんかも。私おれへんのもしゃあない。ここは難儀なとこやねんから。人手不足や。巨人ピッチャー堀内でございます。第1球のモーション投げました。ストライク1。ストライクと高い方のかけうなんだら、はぁ、あげ、お前角みたいなあげとれや。ほんだらお前嫁やぶると、お前ちょっと古気だったんじゃんか。待てよ、それは打てえ。こらお前は解説者やないか。そうなんですよ、川崎さん。なんそれでは堀内投げました。第4球のモーション、うん、投げました。顔を出して大きなホームランです。ホームラン競争曲です。パーンプラパーンプラパン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 
ねぎちゃうぞ。気に入ってはったね。俺も気に入るからな、もう。あ、そうですか。ああ、4番ですね。4番ライン幕に対しまして、第4球のモーション、うん、投げました。顔落ちました。大きなセカンドフライ。シピンが受けるかどうか。ボトン落としました。それが1塁か2塁か3塁か本ベースで帰ってました。タッチアウトかセーフか。その判定はポッ、天下ごめんの。Ladies and gentlemen, the Manzai takes great pride in presenting you the big-time trendsetter of laughter. The duo has been around for the long 15 years, and they have been the most popular kings of the young Manzai generation. The big superstars of the Manzai, the one and only Yasushi Kiyoshi. ようこそいらっしゃいました。はい、どうも、こんにちは、横山でございます。はいはい。なんか年寄りみたいに黒多いもんでね。申し訳ないで。昨日、横山さんの奥さんがお亡くなりになりました。簡単に殺すな。本当です。どないやねん。しかし、今日から7月。あ、そうね。頑張らなければね。7月と言うたらもうね。7月ですよ。今日は7月の1日。そうです。山開き、海開き、また開き。また開いたいかも。ほんまやな。しかし、いい声になりました。いや、本当にね。選挙もやっと終わりまして。あ、先月ね。今回は僕、出てもらいたかった。本当に出てもらいたかった。そんなもん、わしが出たと落ちるの分かったのかな。そんなことない。何がいいな。組織のあるもんは通るらしい。おだてな、アホ、お前。どんな組織があんねん。日本協定組合が。そりゃ、もうそりゃ、選手が入れる、お客さんが入れるね。これええな。君に投票しないとたら、まあ、警察関係ぐらいのもんや。絶対通る。あ、そうか。君が出たら、みんなタレント同士で応援に行こうと決めてたんですよ。応援ですよ、難しいぞ。僕、絶対参謀として頑張ってたね。ほんまかいな。そりゃ、僕もね、例えば応援です。この度、立候補いたしました。こちら、暴力党の。暴力党で党が悪いやないか。すみません、党。何ちゅう党やねん。いや、民主党悪いやん、やっぱりいろんな党が。公約をいろいろ考えない。そうです。ここで、一言、横山先生に公約を述べていただきます。私が当選した暁には、全国の刑務所を一斉解放いたします。恐ろしいことを言うな、恐ろしいこと。そんなんでも何でもございません。恐ろしいな、君ら、現役やから強いわ、本当に。本当に現役やねん。先生が当選しました暁にはですね、全国のギャンブル場にメスを入れます。ええこと言う。競輪場、競馬場、皆まで言うな。はい、競輪場、競馬場、競艇場に変えます。あ、ほらもうそれやったらちょっともええ公約やね。いやいや、ほんまに。しかし本当の話で、まあ、これからはやっぱり夏のシーズンですから。そうね、頑張って。しかし泳ぎに行くとき、スイミング、去年も一緒に行きましたが、あ、いた、嫌でしたな、あの車で行く。あ、これは帰りが疲れるんです。皆さんもそうでしょう。安物前家族が来おりましたら、ほんまに安物ちゅうなこと言うな。タイヤ外しながら今日で履けるって。もうね、帰ってやっぱり帰りが疲れるでしょ。そうそう。だから後ろではみんな寝てる、運転してるもんだけが辛い。そうやな。前から来る。よくこれはね、譲り合わないんです。そうそう。それで去年も僕ら二人喧嘩したんです。一方通行で、おい下がれ下がらんとか、これなんか。琵琶湖から帰るときに向こうもう譲ってくれた。こっちが一方通行でこう言って、そうそう、向こう入ってきた。そうそう。向こうはシフトダウンしてる車ですわ。どないやねん。その中にもいそうな雰囲気ですがね。そうかね。向こうは4人乗ってました。ほうほうほう。こっちは2人やったな。4人も2人も水なんていいからしゃあねえねんけど、そんなもん。無理に喧嘩することあらへん。君はその収めるということ知らんのか。こんなことでもこんなことにしてしまう。大層に言うな、そんなもん。揉めたんですよ。あの時の再現フィルムを皆さんに一度。あ、ちょっと兄ちゃんやらすんまいな。ちょっと下がってくれまっか。こういうふうに。ちょっとタイヤ頼むわ。いや、君や、君や。すいません。あんた、あんた。すいません。その黄色の車。おい。おい、悪いや、悪いや、こら。下がったらか、ボケ。それ、ゲーやあらへん。それは君、正味やないか、それは。怖いわ。横で寄っても金玉縮み上がるわ。いや、ほんまです。第2弾。顔見てる前と違うの。おい、時間がないね。仕事出すってんの。おい、ワーキングやの。おい、ちょっと下がってくれっちゅうの。お前、おい、こらなんぼるもんやねん、われおのれ、こらこら、あれ、俺誰や思とんねん、こら。誰や思てんねん、お前。人二人殺してんねん。簡単に殺人犯人刺すな。下手やな、君は。どない下手やねん。喧嘩というのはもう最初に、もうものすごいこと、さっき恐ろしいこと言った方が勝ち。あ、ビビらすわけやな。当たれ、まだ素人ですよ、そんなの。さっきバーン言うねん。先手先手で。高い、こら。おい、こら、二人も三人も一緒やと、こら。お父さんも三人殺してんねん。妹は売春、お母さんポン引きや。どんな家族や。ガタガタの家族やねんか。やっぱり家族が怖いなと。その中でも一番さんの妹がお前死んだすったらどないすんねん。アホなこと、お前そんなこと覚えてんのかな。やめとけよ、中年の暴走族は。アホ。今度君らええわな、自然切り込みやから。やかましや。いやいや、自然この反り込みを見てください。ほんま自然に反り込んでるって君だけやで、ほんま。こら、あれ、ヘラヘラ笑うな、こら、喧嘩中に。笑うな、喧嘩中に男が。誰の顔見て笑うといんだ、こら。誰や。こいつの顔が。また顔が。うちはでも、笑えよ。俺は漫才師やから面白いかい。笑えよ、笑えよ。こいつも負けてないぞ。アホ、アホ。負けてないぞ。前
が見えへんか。有名やね、中年の暴走族言うてな。俺は最近おとなしい。おとなしい。昔はちょっとな、打ったところだ。どけたどけ。きっちり肩はめるぞ、乗れ。肩へはめるぞ。おじさん川口で芋の絵。何いがたにはめてる。それと違うちな、アホやな。肩はめるぞ、本当に。どけ打たのかんかい。いや、ほんまやところだ。どけへんのか。ちょっと説明さそうか。よし、これわし言いますわ。お前言えよ。おい、うちの若者のこと聞け、これ。俺いつから古文だったよ。ああ、やめたら。こんなもん、代わり弁当、代わり弁当やねんか、アホ。お前、その、ごく君とこの区域だけの言葉を言って。代わり弁当、代わり弁当。なんか怒り弁当、怒り弁当みたいな。英語で言うと、英語で言うと、お前、チェンジアンとチェンジやねんか、アホ。難しいこと言うな、しかし。おい、これ聞けよ、これ。のかんか、言うてよろしか。これやつ聞け。なんでみんな言うてる。本当に言うてよろしい。みんな言え、みんな言え。離婚3回や。ちょっと待てや。アホ。いや、嫁は3回帰る。そんなもん関係ない。なんで週刊誌載ってたでしょ。そんなもんどうでもいいな、アホ。お前、見て丸取れねえか。全部言え、言うか。これはほっとかんか、男の会社やねんか、男の会社やねん。最初の嫁は玲子言うんじゃ。お前も言うてるやん。それやったら怒るな、俺に。これが博多の女や。2番目は浜名湖や。3番平和島で4番が玉川や。協定所の近所だ。通うの近いやねんかい。協定所はそんなにスラ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 よう出るな。なんでやん、まあ、夜も昼も終わらんやん、ほんとに。あ、そんなこと言うとりました。分かってんのか、ほら、ほんまに。この辺のクラスになると、こういうネタはあんまり笑わんな。みんな分かってても必死でくられてんねん。内亀さんなんか見て、ああ、お前。絶対の年齢ならないからな、やっぱり。お前、夜もやな、終わらんやん。お前、車にスカート履かして、女にスカート履かせたんやん。ほら、どかんか、まだのけんの。最近の若いやつはな、譲り合う心がない。そう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 。まだのけんのか言うぞ、こら。ちょっと聞けよ、こら。お前もな、言い方が足りんね、言い方が。なんでね。スコンといけ、スコンと。スコンと。スコンといけ。ミスターなれ、いっぺん。もっと言うたんなれ、怖いことじゃ。こら、お前こら、お前、はじき持ってきたろか。きっちり持ってくるぞ、こんなところ。そんなことは言わんほうがええ。そんなことは言うたいかん。いや、恐ろしい。おはじきやないか。ほらお前家帰って子供と遊べや。ほらこの勝負やったら負けんとアホ、ほんまに。ほら知らんやろこの人。ちょっと背中を見せたろか、背中を。ほらこれちょっともんもん見えたろか、ちょっと掘りも見えたろか。ほら知らんやろ、背中に新幹線入ってねえんだ。アホか、お前は。お前光の国やねん、それだったら。あ、知ってんの、光の国。知らんて。あんたやな、光、奥さんがこだまやったやな。何の話や、お前な。まだ逃へんのか。よーし、全部言うたら、ほら。ほら、聞け。全部言うてよろしか。聞け、ずっと言え。じゃあ、後で怒りなんだ。怒る、怒る、みんな言え、もう。俺コンビ組んで15年や。そう、そういうこと、そういうこと。コンビ組んで、この人のことは俺が一番よう分かってるはずや。ほんまじゃ、ほんまじゃ。今ここへ立ってる、ここ、今ここ現在や。よう見れ、これ。なんぼの借金ある思てんの。お前俺の悪いことばっかり言うとるんだか。いや、せやけど。お前の悪いことも言えよ、お前。お尻に電ボができてるよ、お前。アホなこと言うな、そんな。今どないしたんや。何やねん、お尻に電ボ。こっちじゃ。ええのか。ほら。でもええやねんか、そんな。仮面偉いと借金なんか男の会社やねんけ。信用があるからやねん。信用があるから金貸すんじゃ。なんぼのもええねん。お前ら何や、それ偉いな、悪い。他人の借金やからお前ら笑えるんじゃ。俺みたいにな、保証人の身になれや。ええように回るな、アホ。そんなことにも手を振り回るな、お前も男らしいな、いな、しかし、背広一人前に切るだけやな、お前。やかましいな、俺らな。男じゃねえか。やかましい。何を言うとね。俺らの漫才はバカなこと言うてるけどな、ところどころ真実もあるんじゃ。こいつ、気ぃちっちゃい目を聞けて、お前。お前も男やら半個ぐらいでお前くよくよすな、アホ、うん、お前は借りた方やからやそらお前貸した方は、あいつ帰ってくるやろ、ドキ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 、ほんま、最終的には山打ってほらあいつのやつがこう打ちつけた指定するとこの時すればちゃうやねんか、アホなこと言うな、アホなこと、ほんとやで、何言ってんねん、何言って、あ酔ったりか、こら酔ったりって、それが年寄りくさいやん4人とかなんて、こんなヤングの漫才の番組で、あ、酔ったりかい4人も酔ったりもええやないかよ、お前。背中の黒い語訳見せるなよ。あ、そうか。4人かよ、これ。ほら、降りてくるな、もう。ええから、ちょっとこう、暗がりましょう。人影、帰りましょうよ、引っ張るな、お前。ことが大きくなるから、ええから。また楽屋で一人で待たないかんから。何をしとったや。ええから、来い。漫才出てても、またもう。ちょっと来い、ちょっと来い。ちょっと来いってのこれ、ちょっと来い、ちょっと来い、ちょっと来い、しかし雰囲気出てるね、会うか、お前ひょっとしたらお前どっかに事務所持ってんの違うの、どれの事務所やな、すごい、もっぺんあるって、もっぺん、ここちょっと来なさい、ちょっと来い来い、これこの格好でいつも協定所行ってね、みんなが捨ててやる、あの切符を拾う、変なこと言うな、お前切符拾うの手で拾うか、あ、そう行さん落ちてから足で探すの、最初足何変か、ちょっと待って前の産後やねんか、お前の漫才ではペーソスがもう一回も買ったことないっすよ、前の産後やないか、かわいそうやろ
相手が降りてきたんです、4人が本当に。大きかったなあいつ。スズメの巣みたいな頭しやがってな、ほんまに。こんなやつはガー降りてきて、わしの前パッと立って、おい、近めのチビって、こう来た。この人が一番嫌いな言葉、近めのチビ。引くが早いか、左やっぱスコーンって終わりや。私もはっきり横で見てました。キヤー、もう気味違いよ。言う場合か、スコーン。これが届かないんだよ、腹どついたら、また来ない、スッポン。やめさせてもらおう。